手にいらっしゃいます優しいお父様この安息日にあなたを礼拝することができる恵みを感謝いたしますどうぞこの礼拝を受け入れてくださいインターネットを通し各地で礼拝をしているそれぞれの神道を支え導いてくださいそして 大いなる祝福がございますよう。うこのように、尊き知恵付き人を見直し、お祈りい,いたします。え、皆さん、おはようございます。 緊急事態宣言の中で、お礼拝もインターネット配信のみとなっております、そのような中ですけれども、皆さんとともに礼拝ができますことを心から感謝したいと思います。えー、本日の聖書朗読として与えられてみことばは、ローマ人への手紙11章29節、ローマ人への手紙11章29節です。えー 神語訳聖書ですと、新訳聖書の248ページ。新共同訳聖書ですと、新訳聖書の291ページです。ローマイビの手紙、11章29節。それでは、神語訳聖書の方から読ませていただきます。神のたまものと飯とは変えられることがない。あめん。それでは、賛美歌を歌いたいと思いますけれども、 えー、ご自宅でご家族とのみ、えー、いらっしゃる方々、またお一人で、えー、このプログラムを、えー、ご覧になっている方々は、あのどうぞ大きな声で立って賛美していただければと思います。でもしです、ね、あのそうでない環境にあの他の方々がいらっしゃる場合には、マスクを外さずに、小さな声で賛美していただければと思いますす開会賛美歌3番番でです。3番です そう。<music> それでは、それぞれの場所におきまして、可能であればひざまずいていただき、またはご着席いただいて、お祈りに加わっていただければ幸いです。お祈りいたします。天の知らな神様、寒い日が続いておりますけれども、私たち一人一人をいろいろな形でお支えくださいまして、静かに。 この安息日を迎え、あなたと過ごす、えー、お恵みが与えられましたことを心から感謝いたします。1週間、さまざまなことがありましたが、どうか私たちが心をあなたに向け、あなたとの時間を本当に、えー、貴重なものとして扱い、そしてあなたと交わることが、この安息日できますように、一人一人を導いてください。えー、今、新型コロナウイルスのの感染のせいで、えー 兄弟姉妹とと集ままっっててできなない状態となっております神様一日も早くこの感染症が落ち着きそして多く,に多くの感染されている方々が癒されまた安全な治療法が確立されまたワクチンも開発されそしていつものように兄弟姉妹交わって信仰を強められるような 日が一日も早く来ますようにあなたが私たちを支え導きまたそのようにこの世界を動かしてくださいこれからあなたのメッセンジャーとして福島長老により見言葉を取り次いでいただきますどうか福島長老を強めそしてあなたから私たちに必要なメッセージを与えくださいどうかこの見言葉がこういう時代においても私たちの信仰生活の力と なることができますように一人一人が守られますようにまた様々なあー病また、えー、この社会の状況で、えー、悩みの中にいらっしゃる方々のことを覚えておりますどうか一人一人をあなたが、えー、慰めまた解決の方法また癒しをお与えくださいまして、えー、あなたに対する、えー、信仰を強めそして歩んでいくことができますように 離れ離れになっている兄弟姉妹方もいらっしゃいますけれどもどうかそのような中で私たちが心を一つにし残りの神の民としての役目を果たしていくことができますように一人一人あなたが支えてくださいこのお礼拝をはじめにあたり感謝してキリストイスの皆を通してお祈りいたしますあめん はい、では献金をお捧げする時間となっております教会に来てお捧げすることはできませんけれどもどうか献金をですねご性別くださるようにお願いしたいと思いますまたあの振り込みとまたクレジットカードでも支払うことができますので詳しくはホームページをご覧くださいそれでは献金のお祈りをお捧げいたしますその後に皆さんで、ね 手の神様、いつも私たちに必要なもの、また必要な物資、その他を与えてくださいますことを心から感謝いたします。あなたの支えに感謝して、わずかですけれども、私たちの持っている中から一部を献金としてお捧げいたします。 どうかこの献金をあなたが受け入れそして祝福してくださいそしてさまざまな形であなたの働きのために用いられることができますようにまた献金を捧げてくださる方々お一人お一人にもあなたからの特別な祝福が与えられますように献金を捧げげにあたり感謝してキリストイスミナを通してお祈りいたしますアーメン主の祈り天にますます我らの父を願わくは皆を崇めさせたまえ 御心の天になるごとく地にもなさすたまえ我らの日常の糧を今日も与えたまえ我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ我らを試みに合わせず悪意救い出したまえ国と力とえとは限りなく何時のものなればなりアメン それでは礼拝の説教をお願いしたいと思いますけれども、確認ですが、インターネットの配信のみとなっておりますが、それぞれの場所で,です、ね、お1人、またはご家族のみの方であれば、自由にご参加いただければと思います。もしグループでこの礼拝に参加されている場合はです、ね、必ずマスクを着用し、換気等、3密を避けるような形でご参加いただければと思います。 本日の礼拝説教は東京会の第一長老福島正夫さんによってお話が準備されておりますタイトルは霊の賜物となっておりますその前にオルガンの演奏による賛美が捧げられますよろしくお願いします 今年も明日で1ヶ月が終わろうとしています2回目の緊急事態宣言が発出されて3週間が経ちますまだ東京での感染者の数は1000人を超える状態ですこの状態がいつまで続くのでしょうか誰もいない教会でカメラに向かってお話をするのは別の身で 緊張しますカメラの向こうで教会員の皆さんが聞いていてくださるのでしょうが街道で皆さんと共に礼拝をすることがどれほど素晴らしかったことか実感いたします1回目の緊急事態宣言の時もライブ講演会の時も教会堂で進行係をしていましたので 映像は小さな画面で確認するだけでした今回家でネットの礼拝に参加しテレビに映し出された映像を見てびっくりしました教会からの映像はこんなに綺麗なのかと顔の染みまで確認できるほどでした話している人がどこを向いて話しているのかもはっきり分かりました よくカメラ目線と言いますがアナウンサーがしっかりカメラを見て話していることはすごいことだと思います。えー、これはこれから本題に入るのですが、えー、カメラ目線で話せるか分かりませんのでいつものように話させていただきたいと思います。 1>, 1月の17日から20日にかけて5年に一度の教団・教区の世界総会が行われました5年目の5年間の活動と新役員の選出しそして今後の5年間の活動計画を報告することが大きな議題ですそれによって新しい 役員が選出されました新総理に稲田豊先生総務局長に柴田俊夫先生財務局長に山地忠先生が選出され新三役が決まりましたその他の役員や <laughs> 教団理事のメンバーが選出され新しい体制が発足しました 向こう5年間の教教団や教区の運営を付託されたののですこの運営方法は世界総会の総会も各個教会の運営も同じやり方で運営されていますその方法はこの教会指針に基づいて行われていることになります。 教会においては事務会という会議がありますが教会支援ではその教会の総会であると言っていますこの事務会の役割として年に1回開催し活動の報告を行うこと予算と今後の活動を承認することそしてこれが一番大きな役割として持たれているのは 教会の役員を承認すすることです役員を選出する方法は私たちの教会は立候補制をとっておりません役員を推薦する委員会を開いて政令の導きにより指名していくのです世界総会では3000人近い大議員が世界から集まり 組織委員会、まあ天の教会では昔の言い方ですが、役員推薦委員を推薦する委員会を開いて。役員推薦委員を選出します。その役員推薦委員が。新しいリーダーを決めるわけです。二百人に世界総会では二百員以上の委員が世界総会の責任者に適した。人を全世界の牧師の中から推薦し。 祈りのうちに決めていき総会の承認を受けますこれは先に行われた教団教区の総会でも同じことが行われ今後5年間のを付託するのに一番良い人を選び推薦していくのが私たちの教会です。私たちの教会は その地域はまたテリトリーによって役割の大きさにおいてすべて同じ方法でこの運営がさされています。教会は教会教区は教区そして教団は教団そして世界総会という形でそれぞれの役割はテリトリーに応じてその役は違いますが。 そのそれぞれの運営は同じ方法で。取り行われています。私たちの天沼教会も教会の運営に必要な役員を。同じ方法で教会や教会の中から教会員の中から。推薦し役員としています。私たちの教会は2年に1度。 新しい役員を決めることになっています昨年の1月に新しい役員で運営が始まりましたがコロナによって今の役員は何をどうしていいかわからない状態だと思いますしかしこの中でも役員そして理事会は教会の活動がそして礼拝が維持できるように最善の決断を行っています 今、礼拝体制をすることがを決断したのも、この理事、そして役員がみんな集まって、礼拝を私たちの教会の礼拝を維持しようと決断いたしました。皆さん、役員と教会理事のためにお祈りください。私も 教会役員推薦委員会で推薦作業を行うことがありますが聖書の中に最初の役員推薦委員会はこれではないかと、えー、私は勝手に思っていることがあります、えー、ユダの裏切りで十二使徒に血印が生まれました最初の信徒はキリスト自身が 選ばれましたがキリストの昇天後は弟子たちの手で選ぶ必要になったからですここで聖書を読みたいと思うんですが「人行伝一章の23節人行伝一章の23節をお開きください新約聖書の口語訳では「 1> 1ページになりますそこで一同はバルサパと呼ばれまたの名をユストというヨセフとマッテヤとの二人を立てて祈っていったすべての人の心をご存知である死を この二人のうちにどちらを選んでユダがこの人の職務から落ちて自分の行くべきところへ行ったその後を継がせ,継がせ,たいえ継がせなさいますかお示しくださいそれからふ二人のためにくじを引くところ マッテアに当たったので、この人が十一人の人たちに加えられることになった。人を選ぶときに最適な人を示してくださいと。弟子たちは祈りました。私たちの役員推薦委員も委員会も祈りの。 祈りつつ最適な賜物を持っている人を選び出そうとしていますですから推薦された方はぜひその召しに応答していただきたいと思います私たちには霊の賜物が与えられていると信じています役員推薦員は主の導きにより推薦しているのですから これは神様からの召しであることを覚えていただきたいと思います。これから霊の賜りについて考えてみたいと思います。心のマナーに掲げました信仰の対応の一文を読んでみたいと思います。神は どの時代にも神の教会の教会員すべてに霊の賜物を与えておられる。それは教会と人類に共通の福祉のために神の方針において用いられるべきである。聖霊は教会員それぞれに耳のままに賜物を分けられるこの聖霊による。 例のたまものは教会が神から託された働きを果たすために必要な全ての才能や務めを満たす聖書によればこれらのたまものには信仰癒し予言宣教、教え行政朝廷道場自己主義的奉仕 援助と慈善民の励ましなどがある教会員のある者は神の召された霊による能力が与えられて牧会伝道教会の指導教育といった教会によって承認された働きに奉仕するこれらの働きは教会員も整えて奉仕に向かわせ 教会を強めて霊的に成熟へと導き神への信仰と神を知る知識を一致を育成するために特に必要とされる働きである。教会員がこれらの霊の玉のを働かせて神から与えられるさまざまな恵みを忠実に管理する時教会は偽りの破壊的な影響から守られ 神にあって成長を続け、愛と信仰において堅固なものとなる。例の賜物はこのようなことを、信仰の対応ではこのようなことが書かれています。それでは例の賜物の目的を一通り考えてみたいと思います。 聖霊は教会がその聖なる働きを完成するために教会員に特別な才能を与えられます教会霊の目的は教会員特別な才能を与えられます聖霊は神とそれぞれに賜物を与えられます聖霊は神とそれぞれの賜物を与えられますそれによって教会が啓発され強化されるためです 主の働きの主張によってどんな賜物が誰に与えられるかが決まってきますすべてのものが織田にた物を受けるのではありません信徒にはそれぞれ例の賜物が与えられそれはどんな賜物が与えられるかが でで霊によっってて決まっていまいいすすととうことですそして同じ賜もを受けるものではありませんとそしてこの例の目的は賜物は個人のためではなく教会のために与えられるものですと言っています教会のため私たちの成りわいのための才能ではなくて 教会のためにこの霊の賜物は与えられる個人的なために与えられるものではないということを言っています、えー、コリント第一の手紙の十二章を、えー、お開き願いたいと思いますコリント第一十二章の一節から、えー、少し長いですが皆さんとともにこの、えー、聖書を 学んでみたいと思います。コリント第一十二章、口語訳聖書では二百七十ページになります。兄弟たちよ、礼の賜物について次のことを知らずにいてもらいたくない。あなた方がまた異邦人であったとき、誘われるまま。 物の言えない偶像のところに惹かれていったことはあなた方の承知している通りであるそこであなた方に言っておくが神の霊によって語る者は誰もイエスは呪えよと言わないしまた霊によってなければ誰もイエスは主であるということはできない。 霊のたまは主々あるが御たまは同じである。勤めは主々あるが主は同じである。働きは主々あるがすべてのものの中に働いてすべてのことをされなさる神は同じである。各自が御たまのあらわれを賜っているのでは全体の益になるためである。 す, <coughs> すなわちある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ他の人には同じ御霊によって知恵の言葉また他の人には同じ御霊によって信仰また他の人には一つの御霊によって癒しのたまものまた他の人には力ある技また他の人には 預言また他の人には霊を見分ける力また他の人には主々の威厳主樹の威厳また他の人には威厳を説く力が与えられているすべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって御霊は思いのままにそれを各自に分け与えられるのである。 体は一つであって死体は多くありまた体の全ての死体は多くあっても体は一つであるようにキリストの場合も同様であるなぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によって一つの体となるように待てスマを受けて そして皆一つの御霊を飲んだからである実際は体は一つで死体だけではなく体は一つの死体だけではなく多くのものからできているもし足が私は手でないから体に毒していないと言っても それでで体に属してないいななわけではないまたもし耳が「私は目ではないから体に属してない」と言ってもそれでもそれで体に属さないわけではないもし体全体が目だとすればどこで効くのかもし体が耳だとすればどこで嗅ぐのかそこで神の身胸のままに死体をそれぞれ 体に唱えられたのであるもしすべてのものが一つの死体ならどこに体があるのかところが実際死体は多くあるが体は一つなのである目は手に向かってお前はいらないとは言えずまた頭は頭は足に向かって お前ははいいいらななとは言えないそうではなくむしろ体のうちで他,の他よりも弱く見える主体がかえって必要なのであり体のうちで頼り見劣りするところ思えるところに物を着せて一層見をくする麗しくない部分はいっそ麗しくするが うらしい部分はそうする必要はない神は劣っている部分を一層見よくして体に調和をお与えになったのであるそれは体の中に分裂がなくそれぞれの死体が互いにいたわり合ったためであるもし一つの死体が悩めば他への死体が悩む 他の死体もみに悩み一つの死体が尊ばれると他の死体も皆ともに喜ぶあなた方はキリストの体だり一人一人はその死体である霊のたまは教会一致を助長する働きをするものですそれによって教会は成長していくのですキリストにあって 例の賜物は教会一と羽衛とをもたらしますここで例の賜物の意義についてもう少し考えてみたいと思います聖書は教会の働きをする一方で一般信徒は教会の席を温め 養われるのを待っているだけだといった考えを指示していません牧師も信徒も共に神につける民として教会を構成するのです両者は教会の安泰と繁栄に対する責任があります私たちが一般信徒が 教会でで席を温めるだけではなく牧師と共に働かなければならない共に教会を構成するものであるということそして牧師と信徒は教会の安泰と繁栄のために責任を持っていると聖書は言っています牧師だけが働く信徒は座っているだけでいい というものではありません私たちの教会のためには両者がこの安泰と繁栄のために責任を果たさなければならないのです。彼らはキリストのが下さる特別なたたも,も,ものに従って共に働く用意を召されています。 主子の賜物は主子の働き方針によって現れ神の国を広めるためにまたこの世の人々を救い主に引き合わせるために全て証しによって結び合わされるのです神の国を広めるため私たちはイエス様が昇天するにあたって あなたは全世界に出て行って、あなたの主の御言葉を述べ伝えなさいと言われました。神の国が近づいていることを広める必要があるわけです。そして、この世の人たちに救い主を引き合わせる、そして証しをすることによって、人々を神に結びつける証しをしていかなければならないのです。 そのために神徒には様々な多物もが与えられています。これらはそれぞれの個別の働きがあるのです。先ほど聖書を読みましたが、その中に書いてあるように、私たちの体にはたくさんの部分、手や足がありますが、私たちはそのそれぞれの、 文を持っていますが別々の働きを持っていながらそれが一つにまとまるということを聖書は言っていますそれでは私たちはですね、この霊の多毛のどのように発見したら良いのかについて少し考えていきたいと思います人たちは熱心に 祈りました聖霊のバセスマを受けるために同様の経験が私たちも必要です。あのペンテコステの時イエス様が約束された聖霊を待ち望むために熱心に二歳座敷に集まり師匠たちは集まって弟子たちと共に祈りを 捧げましたそして熱心な祈りのもとに精霊のバス,スマを受けてそして精霊のバス,スマを受けることによってユダヤサマリアそれを超えてアジアに、ま、そして全世界に述べされる力を受けたのです精霊の働き精霊の忘妻を受けるとき私たちは 霊の賜物を発見すすることができますそしてもう一つ御言葉を学ぶことです新約聖書が例の賜物について教えていることは祈りをもって学ぶことによって精霊が私たちのために用意しておられる特別な働きを精霊自ら心に印象づけてくださるのです。 祈り,と祈りを持って聖書を学ぶ時聖霊が私たちに用意してくださっている特別な働きを心の中に囁いてくる印象を付けてくださるということです聖霊自らそれを示してくださるということですね御言葉を学びましょう そうすることによって私たちは例の賜物を発見することができるのです精霊が私たちを用いておられるのです神のために神の良しとされる願いを起こさせかつ実現に至たせるのは神だからです神の備えられたどの方針でも それをさ,させていただく特権なのです神様は神のためにですね神の良しとされる願いを起こさせかつ実現に至らせるのは神様の力です私たちは神,さん神様の備えられたどの奉仕でもそれをさせていただける のは特権だと思うべきです神様が備えられたその役割をさせていただく特権としてその奉仕に神様が備えられた奉仕をしようではありませんか。私たちは自分の気持ちからではなくキリストの体教会の判断によって自分の賜物が 与えられていることを確認できます先ほどお話の最初にですね役員推薦委員会を通してこの教会に大切な賜物を持っている人は誰だろうこの役に大切な人は誰だろうこの賜物を持っている人は誰だろうと一生懸命祈りを持って 探しし求めまますすそして選ばれた人がいます教会の判断によって自分の賜物が与えられそしてそれを再確認することができるのです自分の気持ちからだけではなく私たちの教会は立候補生ではありません。神様の召しによって私たちは 自分の与えられた賜物を教会のために奉仕するわけですそしてそれは精霊によって私たちはの導きによって確認することができます精霊を通してキリストが下さる特別な賜物を神の働きのために私たちが用いることができることは何と祝福でしょうかキリストは 恵みの賜物を分け与えたいと望んでおられます今日でも私たちは神の召しを受けることができそして霊に満たされた生活の中で神の主事の賜物を一体何かを成し入るかを発見することができます。 神の働きのために私たちが用いることができることは何と祝福でしょうか特別な賜物を用いることができることは祝福ですそしてキリストは恵みの賜物を分けてくださるのです今日私たちは神の召しを受けることができそして例の例に満ちた生活の中で たまもの賜物を発見しそしてそれを使っていこうではありませんかコロナの中仕事の関係もあり毎日体温を測っていました電子体温計はピピッとなって測定を 終わったことを教えてくれますいつも使っている電子体温計がピピッとならなくなったなと思っていましたまあ測れるので測っておりましたがある昼時食卓で体温を測,測り始めましたちょうど孫娘が来ていてテーブルの向こうに座っていました時々 鳴ったよと言われて体温計が鳴ったことを教えてくれました加齢により聞こえなくなっていたのではと思うとショックでした私の耳が聞こえていなかったのです私たちは精霊の声を聞き逃していませんか神の賜物と飯とは 変えられることはないローマ緑の手紙11章の29節精霊の招きは変わることはありません。私たちが聞き逃しているだけなのです。私たちはここの耳を常に正しく保ち精霊の声を答えようでは答えるように耳を澄ましましょう。人が 信徒が聖霊の賜物を用いる時教会の一致が生まれます祈りを持って霊の賜物を受け用いていただきましょう。 ぜひ、えー、放送を見ていらっしゃる方は、えー、立ってですね、環境を許せば、大きな声で賛美をお願いしたいと思います万です。 手にしいます優しいお父様、あなたの精霊の導きにより、精霊の賜物ものを発見することができますように、そして私たちがこの霊の賜物ものを持って、この教会で奉仕することができますよう、今、コロナの中で、 多くの活動ががでできない状況でありますが私たちは常に信仰を保ちつつあなたの再臨の希望を持ちあなたの御言葉を常に伝えていくことができますように私たち信徒一人一人を導いてくださいまた始まる新しい一週間をあなたと共に 歩んでいくことができますよう常にあなたがとにいて歩んでくださいこの祈りを尊きしキリストを皆としお祈りいたしますアーン Thank you